皆様どうもこんばんは。Welcome to my game channel is Cobra が Fallout 76解説動画、使用するとプラズマ耐性マイナス 25%、 耐性が上がる雑誌の紹介をしていこうと思います。こちらのテスラサイエンスは耐性が上がる雑誌となります。ボルテック大学に出現するモブはフェラルグールとなります。こちらのロケーションの雑誌のリスポーンについてですが、不定期リスポーンとなります。皆様お疲れ様でした。